上仏寺、三号は、小学ん、陰号は、法院。永仁年間、ここ近く神が回帰して、信仰山と称し、新言宗、仏心宗、立宗、浄土宗の四宗を兼ねたが、王永年間、五小松天皇が、諸岡の熊野権年を直眼書に定め、諸岡本内十二が、合神領起神の戦時を下したことから、同地域の寺院十二家事を社務に定めたとき、 当時をその随一に置き小,小松院の陰号を賜ったという。天正十八年四月、豊臣秀吉が門前に、古内十二教の金星を出した。また、慶長年間には、徳川家康から十国の主院地と三頂部の、京大地の寄進を受けた。元那九年、徳川家光の命により四周見学から浄土州のみに改め、地恩院の自家末となった。なお、 浄土宗改衆の書祖は、本誉まれどん無常人である。寛永7年に、徳川家光の上落の際の宿泊所、神奈川御殿が境内に造営されたため、大大地として与えられた現在地に移転、達中六房を持つ大事となり栄えた。その後、本堂は、教法2年に、専用霊札によって再建された。達中は法営4年までに四房が、 明治元年に残る二坊が廃絶。境内の陳宿間の神社は、同年の神仏判前令により分離した。当時の現在地である神奈川にあった神奈川塾は、日米は新条約締結の物体であり、下田開港の際に本堂が外国人宣教師の宿舎となった。当時滞在した著名人に、ヘボン式ローマ字の創始者、ジェームス・カーティス・ヘボン博士及び、宣教師のブラウンやバラー、 後に、日本滞在家を残した、フランシス・ホールなどがいる。ここで日本語塾が開かれ、アーネスト・佐藤もここで学んでいる。事業現在の事業や本堂遠く各は戦後、復興後のもので、景観や道具配置含め全く別であった。当時は、滝の川側道から、林道の参道があり、その参道に六地蔵や、その他の地蔵や水国用地蔵が並び、境内は、近道や、 墓地は滝の川側,側の現在の宅地部分が入り口であった。現在の寺寮は横浜空襲後に全て焼失した。消失を免れた墓地破壊士は米軍の接取と更地が境内にまで及び、結果寺寮が更地ご区画整理された。墓地は現在の場所へ縮小整理された。寺寮の一部は一般区画整理され、 一般道や宅地、旧墓地跡地は現在隣接地の公園に整理された。道具や墓地の復興現在は、本堂一棟客殿一棟現在の本堂は、いわゆるヘボン博士が架空した道具ではなく、戦後復興した本堂である。戦時下に、米軍空襲で消失し、戦後の米軍による横浜接州時、境内地はブルドーザーで、現在のくぼちぼち付近を残し、 さらち整理された。墓地やガランのべてが整地され、元凶化した敷地から、現在治療へ回復した。区画整理前は、治療敷地面積は、現在よりも広く、タッチュや近藤東道ガランは複数に及び、総費の木作りの道具であったが直後に、戦火消失した。戦後に、断身と寄付により、現在の本土を搭載権に至った。戦後は、物資不足。 また戦後流行の鉄筋作り建築法による再建に至った。戦前からの備品消失を免れたのは、現在本堂本尊一帯過去町の未戦時、下寺族により避難消失を免れた。また一部消失を免れた墓石に限り移転復興した。当時前を含む旧神奈川塾周辺の道路は、横浜市により、神奈川塾歴史の道として整備される神奈川塾の 外国人たちから、横浜外交資料館法74号、2001年、英国外交館、アーネスト佐藤の所管薩摩人国史2013年6月3日、東海道神奈川塾歴史の道横浜市。ありがとうございます。